はい、田村秀夫さんとのクロストークやってまいりました。よろしくお願いいたします。よろしくどうも。どうも、今日はですね、止まらない円安と不安のウクライナ、どうなる日本と世界はっていうですね、そういうテーマで、はいはい、お届けしたいと思うんですが、まずですね、国内のことで言いますと、まあ、上田日銀総裁がいろいろ発言したりしてるわけですけども、一向にその円安がですね、止まらないどころがまた塗り替えてですね、34年ぶりみたいなことになって、それで株式市況も日経平均が4万円超えた時がありましたけれども、まあその後はずっと下降してる、中東ショックですね、そういう感じですね。まあそれは当然イスラエル・イラン情勢ですとかね、そういうものがあるんでしょうけども、その株価と円安の問題っていうのもやっぱり連動してると思うんですよね。はいはい。その辺田村さんどんなふうにお読みになってるのか、そしてまた、その日銀の姿勢がですね、どうもはっきりしないって言いますかね。何をしたいんだかわからないから、だから介入するのかしないのかもわからない、してるという話もあるんですけど、で結局世界はどう見てるかっていうことになったりして、アメリカは利上げできないですね、全然。利上げとか、まあ、利下げできないっていう、ね、はい、まあ、アメリカにしてみればね、まあ、バイデン政権にしてみれば、あるいはパウエル連邦準備制度理事会議長にしてみれば、はい、まあ、要するに景気が堅調ですからね、で、まあ、今ちょっと心配になっているのは、まあ、やはりむしろ景気が堅調であるがゆえに、まあ、インフレ、圧力がもっとね進んでいくだろうと、はい、であれば、まあ、ドル高気味の方がまあこれはそのインフレ懸念をまあ抑制できるという意味で、まあ、今の状態というのは、まあそのまあ、バイデン政権にしても大統領にしてもパウエル議長にしても、まあ、一応その、まあ、許容範囲と、はい、まあ、いうところなんでしょうね、はい、で問題は、ね、この日本は、ね、意味もないことばかりこう言ってる、はい、でまあ、一番ひどいのがやはり植田和男日銀総裁ですね、はい、で人はその3月の、まあ、金融政策決定会合なるもので、大規模金融緩和、はい、打ち止め、はい、終わりました。そうなんですよ、はい、金利ある世界で、はい、またこれから金利上げますよみたいなことをね、それで特に、まあ、円安が進めばね、物価も上がってくるんで、こっちの方が心配だと、だからその場合には利上げも追加利上げを辞さないと、はい、いうふうなことを散々人また言ったんだよね。そうですね。で僕はこの時にね、まあ、もとより大規模緩和を打ち切りっていうのは、まあね、いくらなんでもね、単なる見込みのもとでね、はい、そういうことをやるっていうのはね、ちょっと実体経済無視じゃないかと、で僕はずっと批判してきましたが、さらにね、円安だから、その物価がさらに上がるのが怖いんで、その利上げをするということをね、こう 2,3 回も言ってるんですよね、ちょっとひどいんじゃないかと、あんたそれでも日銀総裁かと、というのはね、はい、日銀の利上げでね、その為替相場を動かすなんてね、これできない話なんですよ、動くと思って言ってるんですよね。そうそうそう、いやだからね、はい、ああこの人はね本当の経済は分かってないなと、でまあ私本当にそういうこう見るんですが、はい、そしたらね知り合いのね森永卓郎さん、はいはい、今闘病生活ですよね。そうですね。森永さんがね言うには、ね、上田さんとね森永さんはね、東大の宇沢博文先生のね、はいはい、ゼミで、同窓か同期生かなんかですよね。あ、同い年かなんか、それでね、上田さんっていうのはね、人はもう清少だと、経済学者とは言えないんだと、要するに性格をよく知っているらしいですね、で、まあ、とにかく相手に取り入れることだけが非常にうまくてですね、でそれでやってきたような人だと、要するに、まあ、空気を読むんだね、で空気を読んで、まあ、その要人とか実力者には、うまく取り入っていくと、
まあ、いうことにどうもこう長けてるという、どうもそういうニュアンスだったと思うんですけどね、うん、で要するに経済学者ではなくて政治家だというのはね、で結局あの政治的なものを言うんですね。でこの円安でじゃあその大変だとかなんとか言って今バタバタしてるのがあの、まあ、おそらく岸田文雄さんと、うん、それから、まあ、財務省の、まあ、一部がそうだろうと思うんですけどね、はい、であの鈴木財務大臣という人もだから盛んになんかね、なんかに介入為替介入を匂わせるようなことを言ったり、それからついに、うん、この最近ねあのワシントンで、その G20 とか G7 とか、はいはい、さらには、ね、うん、やりましたね、それから韓国の財務大臣まで入れた、はい、日米韓 この財務省会議とか、はい、こういうものをやってこれ全部ねこの、為替問題が取り上げられてる。で、まあ、日本にしてもこう円安問題ですね。であの韓国までこのウォン安で大変だろうねっていうんで韓国まで連れ込んでね、うん、それであのアメリカの財務大臣はあの例の親中派のイエレン、はい、財務長官ですな、はい、であの、まあ、とにかくG20 とか G7 ではね、その声明にねその、うん、要するに為替 その変動に関してですね、まあ、懸念を表明すると。それで G7 の共同声明になるものはねこれね7年前にねその為替のなんとか物価等に影響することに関して、うん、その懸念を表明するみたいな、まあ、そんなねまあ、要するにあのよくありがちな役人がよく好むようなねこういう言い回しレトリックのね声明をね再確認していると。だからどうだその為替のマーケットの連中はこれを見たか俺らはいつでも介入するかもしれんぞと、まあそういうことをまあ言いたいわけですよ。言ってるんですけどね全然その市場が全く反応しないです、ね、それでね反応しないでしょ、はい、いやだって全然怖くないもんだってこれだけね、そのアメリカのまあ景気が、うん、その良くてしかもその中東情勢不安不穏でね、うん、でこういう場合には一番その無風で、強いのはアメリカだというふうなまあことになって、まあ、資金がまたアメリカに流れると。でアメリカはその利下げはしないと、うん、いうわけですからますます今のほらドルの金利と日本の例えば円の金利ですね、この金利差は今もうね短期金利で 5% 超えてるんですよね。それは大きいですね。でこんなに開いちゃってるとね、これはもうそれはドルでね資産持って運用してる方がいいに決まってるんだから、うん、だからこれはどうにもならないわけですよ。でこんなのね そこなのにね今度はその、ね、上田さんはね、なんだ岸田内閣や財務省のね、そういう動揺を見てね、うん、じゃあ私はじゃあ日銀の利上げで対応しましょうかみたいなことをねこう言ったわけですよ。で、この人はお粗末だねと。で、だいたいね、うん、その為替相場に関してね、金融政策で対応するなんてことを言っちゃったら、これおしまいなんですよ。うん、で、なぜかというとね、はい、プラザ合意の後の、ドル安ですね、の進行に対して、それを止めるために一番ね、そのプレッシャーがかけられたのは日銀なんですよ。うん、で、そのために日銀はですね、大幅な金融緩和をずっとこう続けちゃってね、はい、それでフルがまあ平成バブルになって、で崩壊したらね、崩壊し始めたら今度は日銀はね、これぞとばかりにこの次金利をガン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 上げていくんです。うん、で、まあ、その次はもうね、そのバブルは大変だという認識が政府サイドでもあるからね、日銀がね、ガンガン引き締めようとしたら、で誰も止められなかったの。であるがゆえにね、今度は平成バブル崩壊が、ね、崩壊復旧がひどくなっちゃった。で今度はね、もう円高円高路線で、もうだから日本の経済がですね、もうデフレの大不況に陥って、そうですね、就職の氷河期はあるわ、何はあるわでね、うん、でまあ、以来ね、教訓としてね、うん、その日銀、まあ、あるいは中央銀行がね、うん、その金融政策でね、為替に対応するっていうのはね、これはもうタブーなんですよ、これはもうやっちゃいかんことなんです、うん、あくまでも日銀が大事考えなきゃいけないのはね、実体経済の需要がどうだとか、こっちの方なんですよね。だからその肝心のね、うん、結局実体経済が昨年来ですね、うん、
全くダメですよね。ダメですよ。だからもう全然 GDP、うん、個人消費もですね、実質賃金はずっとマイナス、実質可処分所得もずっとマイナス、でだから春闘でね、大企業はまあ 5% 台の賃上げになるという連合集計なんかがありますけどね、これまだね、その全体的なものは分からないし、しかも中小企業、零細企業に至ってはね、まあ、要するに多くがですね、もう賃上げ、大幅賃上げ 5% はとてもじゃないとこう言ってるわけですよ。できないみたいですね、どうも。そうそうそう。で、その中でね、その、なんかどうも中小企業も広がりそうだみたいなね、その予測の勝手な見込みを作ってね、それで大規模金融緩和を、まあ、撤廃したわけですね。それで円安に関して言えば、その利上げを対応するかもしれない、というのことを言ってるでしょ。そうしたらね、今ね、もうこの円安っていうのはもう投機の塊なんですよ。で、要するにこの投機の手段は何やるかというと、まあ、主にまあ外国のその投機ファンドがね、日本の国債をですね、まあ、借りたりして円資金を調達する。で、あるいは金利のスワップとか言ってね、デリバティブとかいうやつなんですけど、うん、まあ、要するにその円資金をうまく安いコストで借り上げてね、それで今度は円売り投機を仕掛けて、それでボロ儲けするっていうのが、まあ、これが投機の手法なんです、うん、でこの、その投機勢力してみればね、日銀が今度は金利を動かすなんていうふうになるとね、ああ、じゃあもっとね、今度はどうせ効果がないと、で、一旦金利を上げようもんだ、おお、分かった分かった、じゃあもっとじゃあ投機してやろうと、で、今度はその金利の変動でね、ボーンとまた儲けようとするんですね、だからこれ、泥沼にはまっちゃうんだよね、うん、それ、どうやったらその悪循環をですね、断ち切ることができるのかっていうことなんですけど、うん、まあ、その、回答っていうのはね、結局実体経済の行方しかないと思うんですよね。まあ、すぐにね、即効性のあることをやろうとしたら、うん、何があるか。僕はね、財務省がね、これはね、財務省がやらなきゃいけないことなんですよ。うん、だから一つは、まあ、為替の介入、まあ、これはまあ、要するに、大体そうですね、180兆円ぐらい、外貨準備があるんです。はい、で、そのまあ一部まあやって、まあ、まあ、市場に介入するっていうのは、これは手ですが、しかし、これだって、まあ、一応、まあね、一時しのぎだけなんですね。よりね、その投機筋をそのびくつかせるやり方はですね、一番いい方法はリパトリ減税やればいいんです。リパトリっていうのはリパトリエーションっていうね、うん、はい、要するに本国にその資金、うん、外にある資金をですね、その還流させる。で、そのためには減税をやるっていう話なんです、うん、で、この減税ってのはどうやるかというとね、2005年にブッシュ大統領ですね、せがれさんの方だけど、はいはい、このブッシュ大統領がそれをやったんです、うん、で、そうすると要するに本国にね、本国投資法という法律に基づいて、それで本国にですね、在外資産を本国に戻す、還流させる企業に関しては1年ぽっきりその分に関して還流する分に関して要するに税金を負けるわけですよ、はい、で、これはまあ1年の措置ですけどね、うん、これでピタッとね、ドル安が止まったんですよ、うん、だからそれをやるには、だから日銀ではなくて、財務省がどこまで、だから財務省の所管なんですよ、はい、はっきり言ってね、はい、で、ところがね、財務省はね、やらない、減税だからやりたくない、そうですよ、結局、うん、結局だからもう、財務省のこの30年の体質っていうのがですね、それが変わらない限り、この悪循環で抜け出すことはできないですね。だから為替介入もね、要するに処分、ほとんどこれ、やりませんね。あれなぜかというとね、あれを一旦やろうとしたらね、高橋由一さんがよく言って埋蔵金の話につながっていくんだよね。で、要するにその185兆円ぐらい外貨準備があって、うん、で、まあ、要するにこれをこう一部を崩そうとしたら、今度はね、あ、ほら、こんなに為替債権があるじゃないかと、で、じゃあこれはね、他の予算に使えと。いうふうな意味で、要するに歳出増加圧力をですね、うん、もうまあ導きかねないのが一つですね。で、だったらね、もう、いや、僕はそんな
茶事なものよりも、うん、要するに在外金融資産どのくらいあるかって、で要するに実に、ね、1500兆円あるんですよ、うん、でこれは民間が主ですね、はい、でその民間が主 の、 その1500兆円のについて、そのさっき言った本国投資法というか、うん、本国投資ですね、でリパトリエーション、タックスみたいなことを考えたら、で口にするだけでね、これ投機筋はもう全部ビビりますよ。要するに日本の海外資産を各企業のですね、うん、それを本国に移すと、日本に、そうするとこれもう一石二鳥三鳥ですよ、はい、そうすると移せばそこで減税があるよと、うん、減税もある、それでそういうことですね、日本国に投資しなさいと、はい、でちょうどいい時期ですよね、うん、そしたら日本でその成長産業に設備投資するとかなんとかこうやれば、はい、これ全てが活気づきますからね、うん、で今しかも設備投資の需要が結構高いんですよ、うん、なんでそれができないのかって不思議なんですけどね。いやだから減税やらなきゃいけないから、結局それを嫌がるのが財務省と。いやだからね、これ政治家がだらしないんで、政治家のイニシアチブがないんですよ、ね、だからね、もう何考えてんだと、うん、もうね、こういうことで今せっかくのチャンスですよ。だからね、やっぱりね、うん、どうも2年前の7月8日以降ですね、うんうん、やはり安倍総理の暗殺以降もう全てがね、うん、全部もうガラガラ瓦解しているという。いやそうそう、だから思考停止だね。そういう感じですね、本当に思考停止、はい、それでね、例えばその、うん、アメリカの大統領選挙で11月にトランプさんが復活するかもしれないという観測が、まあ、盛んに流れているわけですが、それに対しての日本の対応もですね、まあ、麻生さんが行くのはいいんですよ。それはあれは、まあ、要するに安倍さんがトランプさんに言ってたんでね、うん、聞かれた時に誰と仲いいんだって言われた時に、うん、麻生太郎とは仲がいいんだって安倍さんが答えてるわけですよね、うん、でそれがあるから、まあ、言ったんでしょうけど、うん、それ以外のなんか対応っていうのはですね、なんかおっかなびっくりで、 なんていうんですかね、そのむしろ日本がチャンスとすべきなのに、うん、全然そういうなんか視点も出てこない。まあ、安倍氏ね、その問題はね、うん、まあ、安倍さんがなぜそのトランプとのコンタクトを、はい、いい関係を築けたかというですね、うん、安倍さんにしっかりしたビジョンと信念があって、うん、具体的にじゃあ中国にはこうしましょうとか ね、うん、で自分のプランを持ってるんですよ、ね、それを全部こうぶちまけたんですよね。そうそう、ところがね、今じゃあ誰にあるかって、麻生太郎氏だっていうのはあの人は一体何考えてるのかよく分からんでしょ、うん、それで岸田さんに至ってはもう何にもない、至ってはこの前の議会演説ですね、うんうんうん、あれだってまあ安倍さんの焼き直しというか上書きしただけでね、しかもあの内容というのはむしろバイデン政権が書いた内容じゃないかなんてね、うん、まあ要するに、バイデンにごまするような感じ、うん、そんな風にやっぱり受け止められますよ。当然ですよ。それから間もなくね、はい、ずっと共和党を中心に議会が抵抗してたウクライナ支援ですね、はい、まあ、これはまあ、イスラエル問題もあるから、はい、まあ、事態が動いたかもしれませんが、そうですね、あれはだからその最初無償でその援助するんだってことを言ってたのを、うん、融資に変えたんだよね。そうですね、それで取りパクられる、取りパクりっていうか帰ってこない恐れが十分あるでしょ、うん、ところがその岸田さんが、まあ、ワシントンに行って、まあ、おそらく説明したんでしょうね、うん、いやウクライナにはちゃんと我が日本がですね、きちんと支援をいたしますと、まあ、いうことを、まあ、言うわけですよ。そしたらなるほど、じゃあもし取りパクりがあるようになったら日本がね肩代わりするだろうと、まあ、要するに前中川翔一さんが言ったね、うん、日本はアメリカのキャッシュディスペンサーじゃないんだって言ったことを岸田文雄首相はやろうとしてるわけですよね。そうそう、まあ、いやね、何の心理的抵抗もないんだろうね、あの人ね、まあ、そのね、結局は、まあ、アメリカとの関係上ですね、かなりの部分はこれはしゃあないというのはあるかもしれないけど、しかしちゃんと日本の侍としてね、矜持っていうのがあるでしょうと、要するに我々はこうするんだと、でちゃんと我々の要求もちゃんと飲めというぐらいの、これがなきとね、いやそういうものは全然出てないですよね、うん、出てないでしょ。日本が何をしたい何をやりたいっていう構想を
アメリカにぶつけてないですよね。ぶつけてないですよね。あの日米会談にしたって首脳会談にしてもそうですしね。これは日米同盟っていうか同盟関係の基本ですけどね、これ双方向でなきゃいけないですからね、うん。